セーター。セーターは編み物による衣類でトップスにあたるものの総称。日本でも稀に英語の原音に近いスエーターと表記されることもある。セーターの形状としてプルオーバーとカーディガンが代表的である。プルオーバーは頭から被かって着るもので前後の開きがない衣類の総称。カーディガンは前開き型になっていて ボタンやファスナーで留めるものである。日本で一般的に言うセーターは、ブルーオーバーのもののみを指し、カーディガンとは区別されている。日本国外では地域によって、その名前の由来、口実からジャージやジャンパーもセーターの部類に入れられる。ウールやカシミヤなどの動物繊維による太めの糸で編んだものが代表的である。面などの植物繊維や化学繊維からも作られる。 完成品が市販されているほか、系統を購入して手編みする人も多い。保温効果に富み、防寒用上着や道着として着用されることが多い。ただしセーターだけでは、糸の隙間からの外気や湿気、水分の侵入を完全に防ぐことは難しい。20世紀初頭の南極点到達競争においては、毛皮を着用したノルウェーのアムン船に対し、 イギリスのスコット隊はウールを防寒具として採用したことが失敗の原因の一つであると考えられている。天然素材のセーターは害虫に食われることが多い。保管の際には防虫剤を置いて虫を近づけないようにしたり圧縮収納袋などで密封したりすることによって虫の侵入を防ぐことが対策として考えられる。また、洗濯するときには ウール用洗剤を使うか、ドライクリーニングなどの適切な方法で洗わないと縮んでしまう。これは、ウールなどの繊維の表面にある、鱗状のスケールと呼ばれるものが水によって開き、摩擦などの力によってスケール同士が絡んでしまうためである。この縮みは、ある程度は修復することができるが、縮み切ったものについては元に戻すことはできない。全身頃、五身頃。 袖の四つのパーツをそれぞれ編んで成形した後、それらをつなぎ合わせて作るのが一般的。布としての編み地、流し編みを切ったり縫ったりすることで成形して作る衣類は滑走に分類され、それとは明確に区別される。十一世紀、ノルマン人が地中海シチリアに進出した際、ノルマン人はイスラム世界の手芸技術を学び、イギリス海峡に位置するガーンティと ジャージー島に伝えた。イギリスでは、この二つの島が、セーターの起源の地とされている。セーターは、イスラムの手芸技術が基礎になっている。もともと、寒い海に漁に出る漁師の作業着などに使われる、丈夫なものとしていましていたわけである。日本語の、セーターは、英語の、セータースウェーターを音写したもので、英語のスウェット、汗をかくに由来する。 1891年に IB リーグのフットボール選手がトレーニングする際、汗をかいて減量するために、編み物の上着をユニフォームとして用いたのが、元とされ、その他のスポーツでも着用されるようになって、一般化していった。ここで言う、セーターは、今で言うジャージやスウェットのような意味合いが強い。英語圏でこうした名前で認知されるようになったのは、この頃からであり。 あくまで英語圏の表現である。フランス語では汗に関係づけるような言葉では呼ばない。伸縮性と着やすさというセーターの長所は昔から変わらぬが、20世紀には変気による機械みの導入によって大量生産が可能になり、一般の人々にも普段着として普及していった。防寒として冬に着られることの多かったセーターだったが、夏にも着られる。 面製のサマーセーターが作られることで一年を通して着られるようになった。現在ではフォーマルやアフタヌーンドレス用のセーターも作られ日常着の範疇に止まっていない。チアリーダーのユニフォームとして導入しているところもある。他の医療と同じく基本的には蒸気のように実用性やおしゃれさを求めるものであるが欧米では過剰ながらで編まれて 人前で着るのが恥ずかしいセーターをジョークとして楽しむ文化が存在する。セーターはその形状や模様、使用目的、由来となった地域などから多くの種類がある。襟焼きの形状では V 型、ラウンド型、タートルネックなど、編み方でも手芸編と機械編に分類され、特に女性から送られる手芸編、手編みのセーターは、 愛情を込められたものとして扱われることがある。アイルランドのアラン諸島を発祥としている。フィッシャーマンズセーターの一つで、縄状の独特の編み込みとハニカムなどの模様が特徴。アラン諸島では、昔から漁業が主な産業だったため、防水と防寒を目的として、アランセーターは誕生した。古くから仕事着としてはもちろん、普段着としても着用されていた。 縄状の編み方は、漁に使うロープや命綱を指しており、大量など様々な願いが込められている。そして、その模様は家によって違っていて、遭難死の際の個人識別と家紋のような意味合いも、あ。中意な子の説を俗説とする説もある。いずれにしても、南インドのキャラム、中央アフリカのソナと同様に、一筆文様をなすケルティックノッツを世界で唯一。 実用的なデザインとして用いているのには文化的観点からも注目に値する。一方、家庭の主婦までデザイナーとして描く伝統が息づいているのはキャラムであろう。カナダのバンクーバー島に住む先住民の人に由来する。白やグレー系をベースにして狩猟文化を反映した自然に関する文様、特に動物が多いと幾何学的なデザインを組み合わせた。 物が編みまれているのが特徴。現在は広くカウチン族の伝統工芸として知られているが、元は19世紀初頭にスコットランド人からカウチン族に編み物の技術が伝えられたものが基本となっている。その技術と古くから伝わる芸術的な要素が融合することで独特のデザインを持つカウチンセーターが成り立ったのである。狩猟の際の作業着として用いられたため、 太い毛糸で編まれ、厚地で丈夫に作られており、本来のものは脂肪分を抜かないために発水性と防寒性も高い。フィッシャーマンセーター、アイルランドやスコットランドなどに住む漁師、フィッシャーマン、フィッシャーマンの仕事着を起源とするセーターの総称、凹凸がはっきりした縄状のケーブルもみが印象的である。厚手のもので、漁師の仕事上に必要な防水性と防寒性に、 優れているのが特徴。アランセーターはフィッシャーマンズセーターの一種であり、アイルランド製法のアラン諸島で作られたのが起源。日本では1960年代に広まった。学校用制服として着用されるセーター、もしくはそれに近いセーター。レターセーターとも呼ばれる。冬場になると白のワイシャツ、またはブラウスの上に着用することもあるが、 一部の女子校では制服の一部として着用される。中には学校指定のジャージ上下を採用しなかった小学校もいくつかあり、体育の授業ではスクールセーターを体操着として使用することもある。胸や脇のポケット、袖などに大きなレター、A 文字や数字などを貼り付けたセーターの総称。単にレターセーターともいう。アメリカの学校で 校名やチーム名の頭文字などを入れたもので、そうしたセーターをアメリカンフットボールや野球の応援団員、チアリーダーが来たところからスクールセーターやチアリーダーセーターの名でも呼ばれる。主にチアリーダーが応援並び競技用のユニフォームとして着用するセーター。日本の大学の応援指導部に属しているところでは、チアリーディングの競技用コスチュームでもあれば、 応援団のせいとして着用しなければならないところもあり、上半身はボディスーツ、ボディライナー、または長袖インナーシャツを着て、シェルトップ、ベスト。その上にセーターを着込み、白の手袋を着用する。下半身はミニスカート、スコート、またはプリーツスカート。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。